久しぶりに電車乗ってきましたもんで、
飲んでここでも飲んでしょって、まあ、歌詞ちょっと忘れてしまいましたが申し訳ございませんでした。初っ端からね、今からちょっと30分ほどで頑張ってやらせていただきますので、はい、どうぞ皆様辛抱して弾いてくださいませ。1バンド目さん、2バンド目さん、みんな英語やったけども、で4バンド目さんも英語でございましょうか。がっつり3バンド目の1姫サンダルズだけは日本語で、はい、皆さんそうですね、ということでちょっと休憩の意味も込めまして日本語で30分やらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。挨拶とスタートは短めに、ほたら次行きましょう。ゆかりさんってご存知でしょうか。皆様ね、大阪で
活躍してあります大西ゆかりさんのトリブートバンドということで、一応一姫サンタローズ大西さんご本人の紹介を、了解を得て、はい、あんたら勝手にやったらいいわ言われてね、やっておりますので昨日おとといもやりますね言ったら、えいこちゃんな歌いや頑張って言うてね、あの応援のメッセージいただきましたので、今日は生きて頑張ってやってみたいと思いますので、皆様、はい、そんなしらけた顔しないでニコ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 ね、笑う角には服着たらニコ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 ってね、笑っとったらなんかいいことある、あると思いますので、頑張って笑って見てください、マスクして、はい、ありがとうございます。さあ次もみんな聞いたことない歌歌います。みこさ歌います。何でも本当に
れが歌ってもらって嫌なわけないねということで、ご本人の承諾も得ましたので、ここで木村敦さんの天の時計と歌わせていただきたいと思います。
愛らしいね、いつも色の白毛の顔もということでね、お時間ちょっと押してます。大丈夫ですか？あ、本当？じゃあもうあと小一時間ほどいらしていただきたいところでございますが、あと2、3曲でパパドッで締めたいと思います。ちょっとということで、大人の歌をね、あのバイクお姉さんとかも当てはまるんじゃないかと思います。パパドッグの間という大人のグレープバッタ歌を歌ってみたいと思います。
もうすごい今これミノスパワーでみたいなあのリバーブかけてもらってありがとうございます。マスターで初めにお願いしたのよ、もうフロヤみたいなあのエコーかけて言ってありがとうございます。いい感じでございます。さあさあ、あとね残すところ言うことになりまして、ありがとうございました。ほんまにもうなんか皆さん退屈してませんか？大丈夫ですか？大丈夫ちゃうかって我慢して聞かないちゃうないわな。これあと2曲もね、ちょっと一発いい歌な曲やって、そして趣味の曲やって終わりたいと思いますので、辛抱して聴いてくださいませ。これがこれなもんで、I'm a man.
サンタローズが、ありがとうございます。ラブ、フレンド、キュン、ありがとうございます。後でね、何やねん。さあ、ラストどうなりました。これは私たち1名サンタローズが一番大事にしている曲でございます。ザ・ドラキオールドさんで、皆様とね、楽しい夜を過ごした思い出を胸に秘めて電車乗って帰りたいと思います。ありがとうございました。1名サンタローズでございました。朝からから仕事に出かけ、悪魔のように影を覗け、なのに一日中ゴロンゴロンと、お空じゃお天道さん、男と争い子供を育て、私は島で明日まで